ど意外と面白かったっす。だろう。永遠を生きる悲哀とロマン、私吸血鬼もの大好きなんですよね。でもちょっと先輩に似たキャラいましたよね。聞きもしないニンニク持って逃げ回った挙句、哀れ吸血鬼の毒牙にかかり吸われてカラカラになっちゃうやつ。だろう。ああ、でも先輩は吸血鬼に襲われても安心ですね。え、なんで？童貞だから。もし先輩が童貞じゃなかったらグールですよ。知性のないグールになっちゃうんですよ。でも先輩は大丈夫、童貞でよかったっすね。うるさいな、もう。別に、童貞とか、わからないだろう。吸血鬼でもなきゃ。そうっすね。じゃあ、確かめてみます。冗談っすよ。そうだよな、うん、試しに一噛いいっすか。ダメ、吸わないっすから。ちょっとカプッとしてみるだけ。何言ってんだよ、人間やめるつもりかよ。吸うふりっすよ、ふり。ほら、私刃結構尖ってるんすよ。これでちょっとチクって。なんか本当に吸血鬼になった気分。